どうもケイチでーす。おはようございまーす。おはようございます。声が声がどうした兄さん。というわけで兄さんでーす。はい、どうも兄でーす。はい、どうも兄さんでーす。本日は、はい、スペシャル企画でございます。はい、ドラゴンボーズスペシャルイエーイ。なんと、はい、宮城県へ行くそう、まだ地元ですよ、地元。そう、兄とすずの生まれ故郷、はい、宮城の方に、宮城に、行きますよ、釣りをしに。そうなんですよ。ついに東京出て今までですね、神奈川と東京しかやったことありませんから。関東圏だったからね。そうですよ、関東圏を出て東北へ。そう、東北。魚がうよいよいそうな感じでした。そうですね。しかも夏、去年はまだ YouTube 始めてなかったので撮れませんでしたが、そう、海なのに、こんなね、ふよふよの川釣りの用のね、竿で釣ってね、そう、こんなサバが、そう、チビサバ、豆サバ、豆サバ、うん、あ、何匹ぐらいですかね、20匹ぐらい釣ったんじゃないですかね。川釣り用でね、そう、海で、それで行ったんで、今回は、まあ見てもらっている通り、はい、海釣り用装備がたくさんありますよ。そう、今回ドラゴンボーズを始めて、そう、仕掛けとか竿とか、そう、すっげーいっぱい揃ったから。そうです、スペシャルですよ。スペシャルです。今までの集大成。そう、もしかしたら俺またハゼ王になれるかもしれないし。ハゼ、そうだよね。ハゼが釣れるんだよね。兄は呪いかけられなきゃいいですか。今回ヌーチーがね、現れるかは分かんないですけど、ちょっとね、微妙らしいんですよね。ああ、ちょっと話によるとでもなんか変なのは来そうな予感がしますよ。しますね。探しとくって言ってましたから。探すんだ、やっぱそういうの。今日はですね、すずさんの方はですね、もう先に仙台の方に行って、行ってます。一足先に、そう、あっちでなんかしてるみたいなんで。そうですね。そこに僕らが後乗りで行くって形なんですけども、はい、はい、残念ながらちょっと渋滞しております。ちょっと渋滞、まあね、ゆっくりと。そうですよ、5時間ぐらいかけて行きますよ。とにかくスペシャルなんで、たくさん釣りして、はい、兄とすずのねライブも抑えられたらいいなーなんて思ってるんで、はい、また釣りとはちょっと違うかもしんないけど、まあね、歌って釣って歌って釣ってですよ。それも面白いね。やりますよ。まあそんな感じなんで、はい、ちょっとゆっくりでございますが、はい、楽しくやっていきましょう。はい、じゃああと5時間かけて、はい、行ってきまーす。なんか決め顔しないといけないなんですね。常にもう一回ですか。やっちゃいたくなる。やっちゃいたくなるよね。そうだ、考えたら2人ともカメラマンってカメラ慣れすぎてるもんね。普通だったら、じゃあ、これから、釣りをしたいと思います。お前じゃん、お前じゃん、言えよーみたいな、タイトルコール言えよ。ドラゴンボーズ来て。なんだったらスーさんものけてくればね、少しは日記明かしでね。まあね、もうあの人でも、スーさんが朝からいると疲れちゃいますから。わかります、わかります。もうあれですもんね、はい、みんな元気ですねとかコメントでも書いてくださるんですよ。楽しそうですねとか、はい、カメラ回ってない時はもう死んだ魚の目をしてますからね。そうですよ、僕ら。皆さんは動画を見て、そうそうそう、楽しそうだなって思うかもしれませんけど、結構苦痛な時もあるんですよ。苦痛な時も。炎天下にやられてね、頑張ってるね。12時間も釣りしてるんですよ。そうっすよ、東京湾の時なんてそうですからね。12時間ですかね。12時間あのテンションで喋ってたらね。そうです、トラウトもそうですよね。トラウトも12時間ぐらいやってましたもんね。トラウト釣り行ったのにトラウト釣ってないっていうね。そうなんですよ。あとね、食える魚釣りたいな。
臭くねえやつ。臭くないやつね。さあ、お昼休憩でございます。あ、うん、マニさんが、チーズインハムスか。はい、食べてますね。うまいっすか。うん、うまいっす。ケイツさんは、いやーちょっとね、何ですかそのエナジードリンク。私の中の女神が目覚める。やばいですね。それじゃあ一滴残らず、はい、飲み干しやってください。汚ねえな。あなたの中の女神が目覚めました。ギンギンです。あなたにこちらをご購入してください。ご購入して皆様も元気、そして精力をつけていただければ。こんな時間からさあ、我々ですね、そんなこと言いながらですね、はい、福島の中間ぐらいですかね。はい、来ました。来ましたね。あともう半分で宮城に到着いたします。はい、これからも皆さん頑張っていきましょう。はい、任せてください。 OK、 バターチキンカレー行こう。充電完了って感じね。はい、ここどこですか。到着しました。どこでございますか。我がお母さんのお店です。そうです。隠れ家でございます。何のお店なんだっけ。フルハウスモカです。フルハウスモカ。フルハウスモカです。フルハウスモカです。情報今流れてると思いますけど、はい、古着屋さんです。そうですね、はい、古着屋さんでコーヒー飲んでおにぎり食ってます。こんな感じっす。わかりづれ。私たちのもう隠れ家でございますね。そうでございますよ。で店主がこの方でございます。私までいらっしゃいまほう。あの2人のお母様とお友達様でございます。そうです、よろしくお願いします。今もうドラゴン坊主ですよ。そうですよね。映ってますよ。あ、どうしよう。ムーチーはムーチーは息子だよ。ムーチーは息子だ。あ、違う、ヌーチは海の決心だから。そうでしょ。息子でしょ。ダメだ。私はないもん。お店たくさん古着ありますんで、皆様、はい、1枚1万円ですよね、確かね。そうなんですよ、あれって言いたいけど絶対儲かるね。500円よ、500円、大特価。500円だそうです。ということなんでね、たくさん女性物もありますので、はいね。そうですね、皆様ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。こんな感じで、はい、僕らドラゴンボーズの隠れ家でございました。はい、フルハウスモカでした。イエース。よっしゃー。じゃあ行きましょうか。じゃあありがとう。びっくりしましたんでね。あとのかな、あれ。あ、何何何何、母の愛が今受け渡されました。きび団子です。マジで。きび団子をいただきました。そっか。これから優吉猿を捕まえに。そうですね。行ってくるぞ。さあよー。鬼退治。鬼退治行ってきます。鬼退治行きましょう。さようなら。じゃあねー。よし、出発だ。じゃあ僕たち鬼退治。はい、鬼退治に行ってきます。鬼退治に行きましょう。猿。ゴリラチンパンジー。猿しかいねえよ。よし、さあ、じゃあ、まあ石巻まで、約1時間ぐらいですかね。はい、ですね。じゃあ行きましょう。はい、というわけで私ども、はい、石巻に着きまして、はい、あちらが石の森章太郎館、はい、だよ、あれそうだよね。そう、あれ石の森章太郎館の方なんですけど、ここの付近で、はい、イベントが行われると、兄とすずのイベントがあるっていうことですね。はい、なんですが場所がどこだかわかりません。全然わかんないですね。さすが被災地。被災地。いや、もう5年経ちましたけど ね、 そうですね、やっぱ面影ありますよ、まだ。そうですね、やっぱここら辺とか屋根とか、こんなどうわかりますかね。全部多分ここの建物とか流されたんですね、きっと。そうですね、はい。あ、青になりました。行きましょう。ここじゃないですか、なんかわかんないけど、あの
ウィース。はい。待ってよほら。今何もできません。私何もできなくて夏。何もできなくて夏。いきなりぶっこんできましたね。あ、頑張ります。まあ、今日は何するの？今日はここで歌います。ここで歌います。じゃあ撮りません。撮ってください。お願いします。なんだこれ。早く行けよ。ここね、詰まるんですよ。そうですよね。はい。何気に4サロですもんね。そうなんです。しかもなんか難しい地形の4サロなんで。そうなんですよ。いけよ。まだ来てます。あ、結構来てます。車多すぎだよ。おい、あれ、なんだこいつ。あ、ちょっと、おい、おい、おい、いやいやいや、下手くそだな。実際今カメラ回ってますよ。ダクソしか入れんな。ほらほらほら、行けよ。ほら石の巻が俺を回ってんだ。ほら俺以外の車なんか消えちまえばいいんだ。ほらさあ、体調の悪い兄さんでございます。はーい。橋通り顧問に来ております。はい、来ております。ここで今日はライブで、そうですね、復興イベントですね。皆さんご承知の通り、うん、2011年に、ね、うん、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、壊滅状態になりまして、 それの復興イベントということで、今日は精一杯盛り上げていきたいなと、その思っておりますね。盛り上げたノリで、はい、夜釣りに行きたいと思います。もちろんでございます、ね、いつもだったらここで景気づけに、そうですね、ビール一杯食ったもんで、食っちゃうとこですが、そんなことしたら僕ぶっ倒れちゃいますんで。そうですね、はい、ね、ビール、あー恋しい。恋しいね。今画面出てるきっとビールが。これビールとつまみが出てますね、今。おー、その通り言ってます、今グビグビ言ってますよ。もうグビグビ言ってます。うめー。もしかしたら飲んでんのはネクターかもしれません。